おはようございます。瀬戸内の潮風ラッカ星ラッピーちゃん、周南市大島漢方肥料畑に来ました。今日もこの前の台風猛暑、しかし見てください、なんとか落花生持ちこたえてます。あと1ヶ月半頑張ってくだされば11月に収穫です。なんとか今年もいい収穫を迎えたいと思ってます。ここのところの猛暑、もう畑が乾燥しすぎてます。とにかく水やりが必要です。雑草もかなり生えてます。周辺の草刈りが大切になってきました。今日も一日頑張りました。もうとにかくまた暑い暑い太陽が出てます。もう土もカチカチで、もうでもなんとか持ちこたえてます。来月また頑張りますので、乞うご期待。